コだ。パキュン風。スタッフです。じゃあ本日の企画は1万円を3人リレー形式で増やしてこい。ギャンブル企画なんですけども、はい、リレー形式でギャンブルを行っていきます。分子金は1万円、はい。まず1番手数がパチンコ。はい、パチンコで、1万円を使ってどれだけ増やすかっていうのを調整してもらいます。はい、で、そこで使ったお金、増えたか減ったかわかんないけど、そのお金をそのまま俺がもらいます。はい、ヤジが今度ボートレースでその分子金を持って使います。なるほどね。で、その後それで増えたか減ったかわかんないお金をコウタに渡して、コウタが競馬をするという、はい、で最終的に1万円がどれだけ増えるかっていうのをね、なるほど、こうやっていくんですけども、はい、だから下手したら数の段階でゼロになる可能性もあるね。可能性としてはまあまあまあパチンコでする可能性あるからね、うん、逆にこれで5万とかになってみれば、今度俺5万円分ボートできる。5万円分ボートなんてもうちょっとアンパイアとかかけて20万くらいにすったら、うん、で20万をコウタに渡して、うん、コウタが20万を2000万にしてくれる。うわうわ、で土地買えばいいのか。で国作る。いいね、うん、スクワットだけの国を作る。うわいいね、犯罪なし、ああ法律は水着、絶対にな、ああ人口7 人スクワットメンバーだけ、俺らの水着需要ない、需要ない。じゃあそれじゃあ早速やっていきましょう。せーの、あーじゃんけんぽい。スクワット、はい、1番手カズさんです。はい、こんにちは。はい、パチンコに来ました。はい、まあ昔やったからね、たまにいてやった時に、いい、そうね、ヤンキーだった時タバコふかして、はい、うん、タバコ買いに入れて、分子金1万円、はい、頑張って稼いだかね。まあね、増やしてこいよ。1万手ヘマしたら2、3番手金使えないからそうだよね、ああまあ増やしてきます。ああ、行ってこい、行ってきます。はい、ということでね、1万円入れていきたいと思います。ここの真ん中が光れば当たりのやつだから、それまでもうずっと回すっていう感じ。頑張ります。行きます。あと1000円で当たれますね。はい、体つきがいいんで、あと1000円ぐらいで当たりますね、多分。1000円追加、2000円目です。円も夜飯食えるで、2000円もあれば。え、早っ、楽しくない。そうすんだよ、あれにする。買えるの、買えるの。あと残り7000円ので当たった分が俺らが使うことになったから。大丈夫、台変えたから。減らすことだけはするなよ。ここが光れば当たり。あ、そう、これ頑張ります。いや、言ったやん、言ったやん、言ったやん。777を狙え。はい、で、え、やるね、500万。はい、ということで僕が来てるのはボートレースに来ております。カズさんがまずパチンコで、ペアしてくれたお金、こちらです。4000円。ご利用ありがとうございます。半分以下にしてるやん。俺一番手が一番大事だよ。俺が男の人やね。ちゃんと増やしちゃうから。あ、任しておこう。じゃボート、行きましょう。1日さんが有利なんでしょ。うん。いやもう大体当たるから1000円かけちゃう。おお、行くね。うん。マジ聞いてみようかな、一回。新聞紙おっちゃんに聞いてみよう。教えてもらったんだけど、1か2がいいらしい。ダントツ。かなって言われた。うん。ちょっと待って、すごいわ。見て、映してください。2万ぐらい負けちゃう。テンション下がるな、北村氏。治安悪いな、お前こんなの。治安悪い。一番熱いのが、3連単214。214。214。この着順でゴールしたらもうやばい。始まった、始まった。
始まった。え、待って、すごっ。え、どれが1かどれが2かも分かんない。僕から1、2、3。おい、来た。おい、頑張れ。1、5、6。え、待って、こう頑張んなよ。1、5、6。着順1、5、6、はい、全外し。まあ、とりあえずね、次にのための準備できたね。あと2600円ある。2600円。うん、一回これゼロになったから、うん、行こう。問題は3連単。これで俺は君に行く。3連単のがまあ高いからね。取り返してやる。うん、好きな数字って。俺でも好きな数字2と5なのよ。ぴったり。ぴったりって何？これくらい勝負でないとお話にならないでしょ。本当だ。行こう。なんか普通に乱数で買ったやつなんだけど、結構256厚いっぽい。意外といい線の買ったもん。ぽいです。これ当たんなかったらもうやばい。俺で終わりじゃなくて、コータにパスしなきゃいけないから。始まった。おっと、56いったよ。56いんじゃない？2号、はい、来た、2号。256。256？ 256なの？いきます。2、5、3、3。何？ 2、5、3。待って、すごいこと起きてんの気づいてるよ。俺が一番好きな数字何っつって2と5っつってたのよ。2と5だ。え、ちなみに俺に好きな数字聞いて。好きな数字何？俺3。だるん。サードだもんね。ショートで253買って3連単当ててたから、うん、2万5000円になってた。100円が買えそうだったのにな。3人目、コータです。はい、お願いします。2番手のヤジ君がね、4000円をなんと1100円にしちゃったらしいので、ちょっとしっかりしてくれよ、1番手と2番手。いや、俺もびっくりしたね。ああ、勘弁してほしいわ。ってことで、はい、3人目コータは、はい、競馬場に来ました。はい、1100円もあればさ、当てられるっしょ。まあね、単勝だとまあ1000円だと当たっても微妙だけど、3連単とかだとね、40倍とか60倍とか100倍とかあるから、うん、100円とかね、300円でも1万超える可能性全然あるから、はい、ちょっとそれでね、当てちゃおうかな。お前らの負けた分を全部取り返しちゃおうかなと思いますので、はい、俺についてこいよ。じゃあ、早速、パドックっていうのがあるんですけど、そこ行きますか。 OK、 それ見て馬の調子確認してから、はい、買おう。行こう。おい、はい、パドック見てるだけで生きんなよお前。いや、じゃあパドックで、やっぱパドックの動き、あの馬の動きでやっぱり本番のレースが変わってくるからさ、あんまパドックしか見ない派か。俺パドックからしっかり見て本レースを予想する、うん、それが大事。ゲーセンと一緒。はい、まずパドックの意味分かる？分かるよ。何？え、だからあれでしょ、馬のあの練習ってことでしょ？ってことでしょ？俺も分かんないね。馬がここで歩いて筋肉とか毛並みを見て判断するみたいなことだよね。あ、だあれだな、人間でいうパリコレだな。あ、そう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 。あ、行くよレース。ちょっと待って、じゃあ最後に OK。 じゃあ1は熱いわ。1硬いの？1は硬いから1は絶対に買う。1を軸に、1位と軸にして3、4、5散りばめて買っちゃおうかな。気持ち悪い。外れろお前もう。はい、とりあえずね、1番を軸に1341431351345って買いました。300円ずつ。1は硬いと思うんで、戸部さん乗ってるから、戸部さん結構熱いね。知ってんだな戸部さん。うん、戸部さんは熱い。スタートしました。スタートしましたよ。とりあえず1番が1位につけば、まあ、希望がある。まあ他の組み合わせあるかもしれないけど、まず俺は1番が1位になったね。話になるね。3もできれば入ってほしいかな。経験者としてはまだいい、はい、まあまあまあまだ分かんない。まだ分かんない。ここから後馬が来るからね。後馬じゃなくて差し馬。差し馬。筋肉どう？筋肉筋肉は悪くない。ハムストリングもいい感じで回転してる。だから多分俺と同じタイプ、 1500m のあとか追い上げるタイプ。そういうタイプ。あいつじゃあ差し馬ね。うん、差し馬。差しコータね。そう、差しコータね。差しコータ来るよ。7はいらない。7来ちゃうと負けない。とりあえず3つの中に1と3と4と5、それ以外いらない。1、3、4、5以外来たらもう終了。あ、来たよ来たよ、回ってきたよ。ラスト、ね、ラスト直線来た。1、とりあえず1位じゃない。で、2、3、2、3が大事。来た、刺せ、1、で、2が7。
スクワッド、スクワッド、チャンネル登録よろしくね。